それでも日の本男児ですか。恥じ入りなさい。おお、すごいな。ノット、転ぶぞ。動きには気をつけろ。あなたが平手打ちをかわさなければ。響き、すごいぞ。この人形、体温があるし、震えてまでいる。ニーニー、その震え、怒っとうから。なんと、泣きまでするのか。泣いてなどおりませぬ。これは単なる蒸気排水です。蒸気排水。どういうことだ、それは。それをお聞きしたいのはこちらです。一体これはどういうことなのですか。なあ、乙女の服を勝手に脱がし、人形だなんだと苦労して、おまけにその怒りまでをかわして笑い。すまん、大きな誤解をしていた。物にも2種類があることを僕は確かに知っている。お前にはナビと同様、本物の知性があるのだな。そのナビ様がどこのどなたかは存じませぬが、私に知性があることは確かです。ならばお前は意志を持ち誇りを持つものだ。そうして僕は愚かにもそれを傷つけた。僕は自分が間違っていたことを全面的に謝罪する。もし可能ならやり直させてほしいとも願う。やり直す、何をでしょうか。最初から。そうだな、お前、君の怒りを僕が交わしてしまった過ち、そこから。そうですか。でしたら頬を下げてください。うん。奇妙な方ですね、あなたは。奇妙ですが、どうやら話は通じそうです。あなた、服、整え直した方がよかばい。さようですね。ご助言ありがとうございます。すみませんが、後ろを向いていていただけますか？無論だ。すみません、お待たせいたしました。いや、待ったというほど。おお。うわ、似合う、綺麗。さようでしょうね。そのように私は作られておりますから。私は蹄鉄8620形状機機関車、トップナンバー8620号専用レールロード86と申します。レイルロード？え？響き。丁寧なご挨拶痛み入る。僕は相鉄、右田相鉄という学生、休学したての学生だ。私は右田響き、お人よの学園の学園生です。お人よ、右田。思い出しました。右田太斗様はどちらですか？じいじ、おじい様は、その。亡くなった。とうの昔に。そうでしたか。随分と長いこと、私は眠ってしまっていたようですね。八六さんは？呼び捨てで結構ですよ、宗哲様。ならばそうしよう。八六はここ、右田太斗の部屋の、その飾りダンスで。ガラスケースの中にしまわれていた。ガラスケース、そうですか。うまく思い出せませんが、私はタイト様のご期待を大きく裏切ってしまったようですね。タイトさんの期待？ええ。失礼ながらお伺いいたしますが、宗哲様は
タイト様のご相続人でいらっしゃいますか？そうたい！僕も相続人の端くれではある。が、一番の相続人。右田家の現当主ということであれば、枕姉だ。枕姉様でございますか？うん。誠なる闇と書いて、枕と呼ぶ。素敵なお名前。長いトンネルを思わせますね。いいえ、枕様はきっと枕木の枕ですね。宗鉄様はその上に敷かれる宗鉄レール。お、そして響様はレールと列車との立てる響き。タイト様はお孫様たちに素敵なお名前をつけられましたね。そうならよかったのだが、僕は私、ねえねえ呼んでくるばい。軽やかですね、響様の足音は。だな。ああ見えて文武両道だ。その上、大層絵がうまい。それは素敵です。だろう？八六もその美しさだ。少し慣れれば、きっと、響が描きたがると思うぞ。それはそれは、とても光栄に存じます。はいはい、なんねなんね。おやまあ、この子が。はじめまして、八六さん。はじめまして、枕様。私のことは、どうぞ八六とお呼びください。ほんなら、八六ちゃんね。うちんことも枕でよかった。お気持ちだけ頂戴します、枕様。そこは人と物との分とわきまえておりますので。おやま、これは随分と。そんで八六ちゃんは何のご用と？はい、実は。ほんなら、八六ちゃんは、身の振り方をうちに決めてほしかと？はい。私は、タイト様に買い取られたものですので、筆頭相続人たる枕様が、今のオーナーであるかと。そら、ちごとるね。何が、でございますか？じい様の部屋とその所有物は、全部そうちゃんが相続人たい。じゃっけん、八六ちゃんのオーナーは、了解しました。宗鉄様が私の現オーナーなのですね。そうらしいな。身の処し方と言っていたが、八六に何か希望はあるのか？希望ですか？私も。他の者の希望を聞いても仕方あるまい。知性があるなら、無論希望も湧くだろう。それは、少し。しばらくお待ちください。そのようなこと、初めて問われましたので。あら？ねえねえ、あらとか言うたらかわいそうばい。ゼンマイでは足りんのか？はい。あれは、単なる非常動力ですので。非常ではない動力源は？蒸気です。ですから、水と石炭をもしいただければ。そうか。水なら。うん、にいに、私行くけ。これ、お酒作りに使う上等な水だい。澄み切っていますね。頂戴します。よっか飲みっぷりたい。今度飲み暮らせ？真水で良ければ喜んで。アルコールは異常燃焼の原因となってしまいますので。真水は、うちが用のま。大変に上等なお水でした。お酒作りとおっしゃってましたが。ああ。水が満ちたなら、次は石炭だな。枕ね。この家に石炭は？うちにも石炭ボイラーがあるにはあるばって、もう長いことつことらんけんね。
ならば近所に石炭を売っている店などは。ないと思います、兄さん。ですが、ひょっとすると術仙堂に。なるほど、あそこは廃炭鉱だったな。と、そこへ案内したいのだが、八六、僕はどのように君をエスコートすればいいか。いえ、そんな、そこまでのことをしていただくわけには。行くさ、僕は君のオーナーとなったのだからな。君を大切に扱う義務がある。さようでございますか。それではお伺いいたしますが、宗哲様の利き腕は。右だ。でしたら左手を私の椅子にしていただいてよろしいですか。なるほど、こうか。はい、上等です。ならば行こう。枕ね、響き、片付けの途中にすまんが、ちょっと行ってくる。はい、行ってらっしゃい。兄さん、そんな簡単に行くと言っても。何、実際に簡単だ。僕のエアクラは優秀だからな。じゃけん、そのエアクラが。エアクラ。どうした、八六。エアクラになぞ乗りません。エアクラは、あれは私たちの恩敵です。